キリト先輩にユージオ先輩、お疲れ様です。やあロニーにティゼ。珍しいね、二人と食堂に来る時間が合うなんて。はい、あの先輩、私たちもご一緒していいですか？もちろんだよ。わあ、嬉しいです。そういえばキリト先輩とユージオ先輩っていつも一緒にいますよね。うん、2年ぐらいはずっと一緒にいるかな。同じ衛兵隊に半年いた後にこの学院に入ったからね。まさに俺とユージオ君は運命共同体だからな。何その運命共同体って？同じ道を目指すものってことだよ。なんだか二人ってとても仲が良さそうで羨ましいです。似た者同士はよくつるむものですな、ライオス殿。さしずめ、新たな曲芸の打ち合わせでもしているのだろう。次の出し物を楽しみにしようではないか。そうですな、ライオス殿。まことにいつ見ても獣同士の馴れ合いは微笑ましいことよ。しかし奴ら、貴族の使者をそば好きにするなど、いやしくも貴族の真似事をしているようですぞ。案ずるな、ウンベール。貴族とはいえ六等爵家、不憫ではあるが、末席の娘たちにはふさわしい苦行ではないか。アンティノス宗剣士殿に、ジーゼック宗剣士殿、何かご用件でしょうか？貴様、無礼だぞ。ライオス殿の名を口にするときは首席宗剣士殿をつけるべきであろう。そして私を呼ぶときは自責をつけたまえ。落ち着け、ウンベール。曲芸師は芸の打ち合わせに忙しいゆえ、礼節を尽くしている暇などないのだ。まさにそうですな。検定試験に向け、せいぜい卑しい芸を磨かれるがよい。あの、今のって。ごめん、二人とも、僕たちと一緒にいたせいで巻き込まれちゃって。いえ、そんなことはいいんです。アンティノス上級宗剣士殿とジーゼック上級宗剣士殿は、キリト先輩とユージオ先輩にいつもあんな態度を？ああ、初等練士の頃からだよ。もう慣れたけどな。同じ上級宗剣士なのにですか？仕方ないよ、相手は貴族だ。いや、貴族がみんなあんな人ってわけじゃないけどね。ティーゼとロニエは僕たちに平等に接してくれるし。そんな、当然です。それどころか、先輩たちは衛兵隊からのわずかな推薦枠として選ばれて学院に入って上級宗剣士になったんですよね。私たちはそんな狭き門を通ってきた先輩たちのそば好きになれて光栄だっていつも思ってるんですよ。まそんなに褒められると照れるな。うん、なんだか恥ずかしいよ。でもライオスたちには気をつけてね。もしあいつらに何か言われたら、僕たちにすぐ相談してくれ。そうだな、学院則に背くようなことはしないと思うけど、何をするかわからない連中だから。はい、わかりました。気をつけます。それじゃあ先輩方、また放課後に。本日も稽古よろしくお願いします。うん、またね。次の授業は確か風素の生成についてだっけ。あ、宿題忘れたかも。まったく何やってるんだよ、剣の練習ばっかりしてるから。それにしてもライオスとウンベールがティーゼとロニエにまであんなこと言うなんて。ああ、五等爵士以下の貴族をバカにしてるのは知ってたけどな。気をつけておいた方がいいね。
僕やキリトは慣れてるけど、ティーゼたちがいじめられたらあまりにかわいそうだ。キリト？いや、なんでもないよ。時間もやばいし、教室まで急ごうぜ。え、うん。さっき、なぜか嫌な予感がした。気のせいだと思いたいが、ユージオの言う通り、今後のライオスとウンベールの動きには気をつけるようにしよう。課外授業から数日後。さてと、ユージオ君、軽く稽古でもどうかな。僕は全く構わないけどね。でももうすぐ上級新生術の試験だよ。しかも筆記の他にキリトの苦手な闘争生成の実技もあるよ。仕方がないか。稽古は諦めて試験勉強でも。あ、待ってキリト。ん？やっぱり稽古に付き合うよ。それはありがたいけど、新生術の試験もあるしさ。闘争生成の練習は次の機会に僕が手伝うよ。だから今日は僕の稽古に付き合ってほしいんだ。そこまで言うなら構わないけど、急にどうしたんだ？この間ロニエやティーゼと課外授業を受けた時のことを覚えているかい？もちろん。衛兵隊から聞いていた以上に獣が凶暴で苦戦したんだよな。あの時僕はキリトのように動けなかった。仕方ないだろ、突発的な状況だったしさ。でももしかしたらロニエやティーゼに大きな怪我を負わせることになっていたかもしれない。実戦経験が少ないからなんて理由でいざという時に行動できないのは悔しいだろう。うん、まあそうだな。というわけだからキリト、今日は僕の特訓にとことん付き合ってもらうよ。わかった、任せろ。それおや、ユージオ修剣士、それにキリト修剣士も。げ、ちょっとキリト、何か言ったかな？いえ、何でもありません。こんばんは、アンティノス修剣士殿。無礼ではないか。ライオス殿を呼ぶときは首席修剣士殿をつけるべきであろう。まあ良いではないか、ウンベール。それじゃあ俺たちは向こうで稽古をするので。うん、頑張りたまえ。ライオスとウンベール、彼らの巨大な自尊心が剣の威力を高めていると考えれば、あいつらが首席と次席になるのも納得せざるを得ないかもな。キリト、どの稽古から始める？あいつらが修練場から出ていくまでは、とりあえず素振りで体を温めようぜ。賛成。それじゃ、しっ。いやはや、いつもながらユージオ殿の稽古はくしきものよな。毎晩毎晩あればかりだが、型も技もない棒振りに一体どのような意味があるのか知りたいとは思わないか？全くですな、ライオス殿。気にするな、ユージオ。うん、分かってる。聞けばユージオ殿はどこぞの田舎で木こりをしていて、剣技の一つも知らないそうですぞ。そのような事情があるのなら、同じ寮で修練する者としてせめて型の一つなりとも矜持差し上げるべきだったかな。おお、ライオス殿の画寮たるや、まさしく杓子の鏡というものですな。どうかな、ユージオ殿。ライオス殿のお言葉に甘えて指導を受けていってば。確かに二度とはない機会かもしれませんね。それではお言葉に甘えて。おい、ユージオ。
前にライオスたちは自尊心を剣に乗せ強さにしているって言っていただろう。僕にはそれが納得できないんだ。高い身分を鼻にかけ、自分たちより下位の釈家に生まれた生徒や平民での生徒を見下し長老する、そんな彼らの心根が剣に力を与えるなどありえるのだろうか。それを確かめたいんだ。分かった。でも気をつけろよ。うん、ありがとう。それでは早速そこで型を披露してみたまえ。そうだな、まずは簡単なところから。いえ、せっかくのお申し出ですから、型の公表よりもジーゼック殿の高貴なる剣を我が身に直接ご指導いただければと。なんだと？それはつまり我が剣に打たれたいということかな？それはもちろん寸止めでお願いしたいですが、しかしこちらは指導を請う立場、この上注文するのは無礼というものでしょうね。ほほう、なるほどなるほど。初撃決着でも構わんと申すか。よかろう、我が剣技を有事を集権しに披露しようではないか。では参るぞ、ハイノルキア流の神髄、その身をもって学ぶがよい。死ね。その無様な姿に流派の卑しさがにじみ出ているぞ。あわよくば次の検定試合で俺やライオスどもに取って代わろうと思っていたんだろうが、そうはいくものか。この場で右肩砕いて当分剣を触れなくしてやる。勇者を恐れるな。そうだ、僕はバカか。剣士が怪我を怖がってどうする。せっ、そこまで。このライオスだろ、俺、いや、私がこのような田舎剣士と引き分けるなど。ウンベール。は、わかりました。貴殿の珍なる技、大いに楽しめたぞ、有事を集権し。卒業後は定律曲芸団あたりに転職を求めてはいかがかな。お気遣い痛み入ります、アンティノス集権士。次は私が貴殿に力というものを見せてやろう。僕は今でも構いませんが。剣を振り回すばかりが戦いではないぞ、無声の輩。見事な剣技だったぜ、勇士よ。まだまだだよ。でもウンベールが剣に込めていた貴族の自尊心を源とする力は実感したよ。次に戦うまでに僕も見つけないといけないな、剣に込めるべき何かを。大丈夫、友情ならきっと見つけられるさ。焦らず、ステイクールで行こうぜ。なんだって？今のは、アインクラッド流の極意その1だよ。落ち着いていこうぜっていうような意味かな。別れの挨拶にも使うけど、じゃあまたな、みたいな感じで。へえ、わかった、覚えておくよ。それでユージョン、稽古はどうする？もちろんやるよ。
って言いたいところだけど、思いのほか疲れてるみたいだな。悔しいけどね。ずいぶん集中していたみたいだし仕方ないさ。稽古はまた今度にしようぜ。ありがとう。僕はもう少しここで休んでいくよ。わかった。先に寮に戻ってるぞ。うん、ステイクール。なあ、別れの挨拶っつっても日常的に使うような言葉じゃないんだそれ。もうちょっとちゃんとしたお別れっぽい時にとっておけよ。ふん、ややこしいんだな。それじゃまた後でな。回復薬と装備の準備は？バッチリです。素因生成の術式もちゃんと暗記してきました。よし、それじゃ目標を目指して出発しようか。はい。ロニエ。はい。ティーゼ。はい。ここだ。君が来ます。ティーゼ、手助けすると言っておきながら危ない目に遭わせて。あ、謝らないでください。参加すると決めたのは自分の意思なので。そうですよ、そもそも私たちがもっと強ければあんな獣に苦戦することもなかったはずですし。いや、そんなことは。まあ全員無事だったんだからひとまず良かったじゃないか。俺たちが油断していたのは事実だ。次はもっと慎重に行動するからまた一緒に来てくれないか。はい、もちろんです。自分たちもそれまでに腕を磨いておきます。俺たちも頑張らないとな、ユージオ。うん、そうだね。さあ、目標は倒したし学院に戻ろう。